若松美由紀から1944年12月18日は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機操縦者。最終階級は中佐、鹿児島県薩摩軍港、江村出身。通りな、異名は、赤花のエース、鹿児島県薩摩軍港、江村大和田久志美、佐木出身。太平洋戦争中高期の中国戦線で活躍した、西式丹座戦闘機。 小規と四式戦闘機、疾風乗りのエースパイロット。二等兵として入営し、歌手間から勝尉候補者を経て少佐にまで登り詰めた。冴えた空戦技術と演熟した優れた人格を持ち合わせた理想的な戦闘隊指揮官であった。その活躍から敵の中華民国重慶政府より若松の首に賞金がかけられ、また若松の所属する 飛行台85戦隊、第2中隊機のスピナーと垂直尾翼前縁に塗られた、中隊色の赤色から、若松は在中国米空軍や遊軍より、赤花のエース、赤だるま隊長として存在が広く知られていた。撃墜機数は18機以上と伝えられる。対戦後期の日本軍列成果での戦果で、そのすべてが戦闘機である。そのうち、約半数は、 第二次世界大戦最優秀戦闘機とも言われる P-51 マスタングが占める。若松自身は P-51 について B 型を発撃追した日の日記で赤子の手をねじるがごとしと記録している。関東進出時には第85戦隊は二式単戦、小機を装備しており、隊員らは小機が得意とする一撃離脱戦法を駆使し、若松は 初戦火として1943年7月24日の後戸振興時に P-40 戦闘機2機を撃墜。以降も長機で激戦を繰り広げ、1944年9月22日に戦隊は新鋭機の4式戦、疾風に一部機種改変。若松はこの疾風をスピード、上昇力、旋回性、航続距離、すべてにおいて二単よりいい。 無線機もすっかり改良されたと高評価している。10月4日、疾風、正気の混成体にて、紹介飛行中に、若松自身は P-51B を2機撃墜、以降 P-51 を初めて機戦闘機相手に、関東する。また、若松は、変素から外れた地上のピスト残留組の操縦者や、整備兵といった、地上勤務者らの指揮をこぶするため、 空戦時には、蒸気の無線電話のスイッチを入れたままにし、なおかつ細やかな空戦実況を交えながら、基地無線機に放送を送り、地上の基地将兵らを大いに沸かせたエピソードも持つ。1944年12月18日、少佐人間間もなく、B-29 と P-51 の船爆連合200機に対する迎撃戦において、 補給後2度目の迎撃に離陸上昇中、P-51 の十数機変態に包囲され、応戦するも飛行場近くに自爆、戦死した。死後、中佐に昇進。第5航空軍は、個人勘定と大佐への2階級特進を上進したと伝えられるが、抽選の混乱により実現しなかった。ひらりと片透かして危機鉢合わせ相関。 大変体の遭遇戦国境停戦一周年、表し思うで座談会。東京朝日新聞。h t t p w w w r i b k o b e u a c j p d a z j s p j s c o n den, tv, iewm.jsp。未程度イコール10175945、and. タイプイコール HTML ファイル&、ポスイコール12016年1月10日閲覧。激墜的期末期の黒煙育住百筋、荒野に揺らぐ、相関の無反の空中戦、表し、思うでの座談会。大阪朝日新聞。 h t t p <noise> w w w l i b k o b u a c j p g a z j s p j s c o n t e n t v i u m j s p 未定度イコール 10176119& タイプイコール html ファイルポスイコール12016年1月10日閲覧 AB 川内郷土市編纂委員会 1980P1024 第3中隊長中村森尾隊員との雑談にて第85戦隊が最新鋭の疾風に機種改変し出した1944年9月末以降、米軍側に再び被害が出始め、日本側は一旦劣勢を挽回し、均衡状態に回復したと伝えられる。 しかし、P-51 の集中配備は続き、1944年、晩秋までには、この方面の日本側戦闘機50機に対し、連合軍側戦闘機400機で次第に数的に圧倒される状態になったと伝えられる。ありがとうございます。